国吉直行は、日本の都市計画家建築家横浜市立大学特別契約教授。横浜市都市美対策審議会専門委員。横浜市企画調整局に入庁し、以来40年余りにわたって、インハウスのアーバンデザイナーとして、横浜市の都市デザイン行政を担当した。ラ腕を振るい、計画局都市デザイン室長を経て、 横浜市都市整備局部長上席調査役、エグザクティブアバンデザイナーを歴任。中国、天津出身。1969年、早稲田大学理工学部建築学科卒業。同年に、早稲田大学大学院、理工学研究科建築学専攻修士課程進学。日本建築学会の事業委員としても活動し、 当時ちづくり提案設計協議の企画実施において、横浜市街地の造船所に関するアイデアコンペの開催を提案。その調整に際して、都市デザイン室の前身である、当時の横浜市企画調整室企画調整部長の田村明に出会う。1971年、大学院修士課程修了後、しばらくは同級生と建築設計事務所を、 共同主催するが、同年に再び田村の元を訪れ、横浜市役所の田村の元で、食卓研究員として業務に従事。同年夏に、横浜市職員の採用試験に合格し正規の市役所職員として入庁。田村明、広瀬良一、岩崎俊介、内藤敦志らと、市の都市デザインチーム設立に参加。これが、現在の都市デザイン室へと発展する。 入庁以来40年間一貫して、横浜市の都市デザイン行政を担当した。2006年市役所を定年。2011年退職。同年、横浜市立大学国際総合科学横浜企業、戦略コース特別契約教授に就任。2004年度日本建築学会賞業績賞。2005年度土木学会デザイン賞特別、賞。 2006年第9回東門建築会特別功労賞。2006年度グッドデザイン賞金賞など受賞多数。ありがとうございます。